皆さんこんにちは。先日とても興味深い動画を見つけました。米国のインディアナ大学で教えるピアニストのノーマン・クリーガー教授が16名のピアニストについて語り尽くすといった内容の動画なのですが、その中で彼がアルゲリッチさんに教わったという練習法が紹介されていました。ここにその動画を出しておくので、9分44秒から始まるアルゲリッチさんについての場面をぜひ見てください。クリーガー教授がかつてアルゲリッチさんの前で弾いた時に、ベートーベンのソナタ作品 2-2 の細かい音符がうまくいかなかったそうです。これです。その時にアルゲリッチさんが彼女のお師匠さんであったアルゼンチンの名教師スカラムッツァさんから教わったのがこの練習法です。この練習法について僕の視点から深掘りしてみたいと思います。ではせっかくなので、この練習法を実際にやってみましょう。手首を柔らかく保ってやろうというふうにね、クリーガー教授はおっしゃってましたね。左手もやってみます。両手で、やってみて実感するのは、指を下げたり上げたりという動きではなくて、手を閉じる開く閉じる開くという、この動きの延長線上でピアノを弾いているということです。手を閉じるというこの動作には、実は中央筋というここの筋肉を使うんですね。なので、ここで指を動かすというイメージを持ってもう一度やってみようと思います。この指の使い方について触れた動画を過去に作っておくので、下の概要欄にリンクを貼っておきます。さらに着目したいのは、クリーガー教授が弾いている10分40秒あたりのところです。見てください。最初は大きかった動きをどんどん小さくしていってるんですよね。そして最後には何事もなかったかのように弾いている。僕が時々使ういわゆる見えないかをして身体感覚の中に落とし込んでいることがよくわかります。そのことを意識して、大きな動きから小さな動きへ、さらに見えないかへと少し練習してみます。感じです。例に挙がっているベートーベンのソナタだけではなく、いろいろな作品の中でも応用できる練習法ですよね。ぜひ取り入れてみてください。ノーマン・クリーガー教授の動画も概要欄にリンクを貼っておきます。アルゲリッチさんだけではなく、さまざまなピアニストへのクリーガー教授の視点、めちゃくちゃ勉強になりますよ。ぜひご覧ください。